のびのびクリニック。お次の方どうぞ。のびのびクリニックのお時間です。今週もあなたの明るいエッチな悩みにお答えします。私はナースの原田信子です。そして悩みに答えてくれる先生をご紹介します。久米村直子先生です。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。そしてナースの桂ぼんぼこちゃんです。はい、男子の先っぽに咲くお花、カリ、フラワー、桂ぽんぽこです。はい、ナースをしながら落語家をしているぽんぽこちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、今日のですね、お悩みでございます。明石市の夢見るゾウさんからいただきました。こんにちは。私は彼氏持ちの独身女子なのですが、最近彼氏がいるにもかかわらず出会い系アプリにはまってしまいました。いけないとは思いつつ、アプリの中にはいろんな楽しい人たちがいて、ついつい複数の人との連絡を取ってしまいます。その中でも一番気の合う人から、今度デートじゃなくて軽い気持ちでお茶でも行きませんかと言われています。正直会ってみたい気もするのですが、これは浮気になるんでしょうか。これはどうですか、直子先生、どう思いますか。これ浮気になりますか。私アプリには一度も手を出したことがございません。ハマってしまうから怖いんでしょ。怖いです ね。怖い怖い。先生なんかすぐハマるわ。ハマるわって、もうドボンとハマるわ。いやだからどうなんですかね、これは。ポポコちゃんどう思いますか。いや、いいんじゃないですか、これくらい。これぐらいダメなんですかね。うん、私はいいと思いますけど。あ、そうですか、ね、お茶でも行きませんかって言ってね。お茶はね、でラブホでお茶すればいいじゃないですか。ええ、それはダメですか。浮気じゃないんですか。こういう出会い系アプリっていうのはあるんですか。めちゃくちゃありますよね。ありますよね。これちょっと怖い気もするんですけども。確かに怖くないんですか。ま、変な人も中にはいるので、怖いっちゃ怖いですよね。ほらね、直子先生、気をつけてくださいよ。私その出会い系アプリみたいなので、彼氏ができましたっていうお友達がいるんですけど。おお、すごい。いるんですね。いるんですよ。でその方もお友達2人が出会い系アプリで知り合った人と再婚したっていうのをきっかけに、すごい、だったら私もアプリでっていうことを始めたみたいなんですけど。はい、それでその出会い系アプリで一番人気の女性っていう方のお写真を2枚ぐらい見せてもらったんですけど、ドエリア写真でした。ドエリア、ドエリアセクシーショットでした。なんかへえって、これが一番2番人気なのっていう。どんなアプリやと思って。水着を着た写真。いや、なんかガーターベルトみたいな、太ももがもう完全に、うわ。で公園のベンチでこう斜めにこう、ある、そんな普通の人じゃないみたいですよね。なんかモデルさんかなんかみたいな。いや、顔は、いや熟女です。熟なんですか。熟でした。ひ、辛いなそれ。ねえ、ね、一番二番人気なんですって、それが。あ、そうなんですか。でもそういう写真とか見るとなんか、大丈夫なのかなと思いますけどね。思いますね。でもちょっとそれね、直子先生にどうなるか覗きに行っていただくっていうのはどうですか。その世界検証しにね。はい、なるほど、出会いアプリね。そうですか、はい、じゃあちょっとチャレンジしてみますか。そうですね。そうです。信子さんはチャレンジしないんですか。私はちょっと様子見ます。何かちょっと支障があるんですか。いや、ないですけど、ワクチンちょっと怖いというのと同じぐらい同じぐらい怖いです。どんな副作用が副反応がね。副反応ね、副反応ね、なるほど。そうなんですよ、はい、続いていきます、はい、神戸市東灘区のちさみんさん、はい、
いつも楽しい放送ありがとうございます。私は彼の口であれするのがすごく下手です。わかりました？はい。私は彼の口であれするのがすごく下手です。彼もいつももういいよって感じですぐ終わります。アイスとか食べるときについつい練習しちゃって、友達に何してんのって言われちゃいます。何かワンポイントアドバイスみたいなのがあれば教えてください。直子先生。私はわからないです。ちなみんさんからですね。私も知りたいですね。直子先生はあんまり得意じゃないんですか？得意何でしょうか。口であれするって何ですか？あれする、そこにまた戻るんですか？ごめんなさい上手ないと思います。彼のを口であれするんです。あ、私棒のアイスキャンディーとかも舐めるのが下手なので、多分めちゃめちゃ下手だと思います。じゃあポンポコちゃんの登場になりますね。そうですね。ポンポコちゃんどうですか？私もでも得意じゃないんですけど、あれってある種の特殊技能みたいなもんなので、素人の方がプロと同じようなことしようと思ってもダメなので、大事なのは口だけじゃないです、手です。それの方がテクニックがあるんじゃないですか？ポンポコちゃん。そんなことないです。よくそういう AV とか見ると、そういうシーンっていうのはありますよね。直子先生はよく見てると思うんですけど、私のはもう深夜に放送できるギリギリの R15 に編集されたバージョンでございます。そういうシーンはございません。R15 限定のものにはそのシーンは出てこないんですか？急になんかの飛んだっていう感じがあります。飛んでるのを編集してやるの？そうですね。そうやっぱり R15 ですから。始まる前に15歳以上保護者の方はちゃんと適切なアドバイスして一緒にご覧くださいって出ますから。それはある意味ね、直子先生一人で見てるのは、そんなの編集いらないよっていう感じですよね。いらないですし、だんだん見てるとちょっと分かってきましたね。どこで編集になるのか、それもですし、なんか結局パターンは同じなんだなっていう、パターンが一緒だということですね、最初はドキドキしていましたけど。じゃあ口であれするっていうのはないんですね。ないんです。それはちゃんと見て ね練習した方がいいと思いますけど、でもポンポコちゃん曰く、その素人さんはそんなに上手にできるもんじゃないよっていうことですね。私これね、AV 男優の森林源人さんって方に教えてもらったんですけど。すごい。はい、森林源人さんは、じゃあいつもされてた方ですね。されてる方です。女性のもする方なんですけれども、構造的には一緒だっていうので。大事なのってこう太もものところに太い血管が走ってるので、そこをまずさすってあげて、それでも大事なのは真ん中ですけど、バカのふりして周りからさすらしいです。もう直接すぐに真ん中に行かないで。大事なのは15分間じらすらしいんです。15分も。自分の体が温まるのに15分かかるらしいんですよ。温まってない状態でいきなり一泊ついても、男性っていうのはさほどらしいです。気持ちよくないことはないけれども、やっぱ体温が上がらないとダメらしいんです。でそのために15分間さすってあげる。マッサージだけでも血行が良くなるじゃないですか。でさすってあげて、だんだん際のところまで行くと勝手に立ってくるらしいんですよ。勝手に立ってきて、それでも無視してそれでもうなんかもう全然違うとこ触りまくって、でだんだんちょっと確信に触れてきて、でそれでも向こうの方からも我慢ができないと言ってから初めてペロつくと。今すごく力入りましたね。もう我慢でできない。我慢ができないという。それ15分もそれはちょっとなかなかすごいですね。大事な手だって言ってますか。私真ん中の方がぐっと力入れましたよ今。なんか今のむこさんの手の位置がおかしくないですかね。そうなんです今。なんか自分のを触られてるみたいで。すごい妄想がお上手なんですね。そうなんです、妄想だけ。原田信子です。イマジネーション力が半端ないですね。そうなんです、もう今もう竹のようになりました。もう妄想だけです。妄想。すごい成長率ですね。本当にもういいんですかこんな妄想してて。
はい、でもいいアドバイスでしたね。あ、なるほど、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、神戸市東灘区のちさみん、それから明石の夢見るゾウさん、二人にはですね、信子からプレゼントを送らさせていただきます。はい、のびのびクリニックのコーナーでした。